気象情報、平井さんです。こんばんは。予報通り、はい、東京は夜になって雨ですね。そうですね、はい、冷たい雨になっています。こちらは渋谷です、はい、東京の渋谷、今気温が5度7分です。寒い。そうですね、今日の東京は最高気温が10度前後となりましたからね、寒かったです。この雨いつまで続くかと言いますと、はい、明日の明け方6時頃までというふうに見られます。日中は晴れてきます、はい、最高気温はなんと20度。え20度超えます。そうなんですよ、4月の終わり頃の大型連休が始まる頃の陽気となりそうですね。暖かくなるんですね。そうですね、ただこのように雨上がりで晴れて気温が上がるときは、はい、花粉がたくさん飛ぶ時の気象条件です。確かにそうですよね。花粉症の皆さんは対策を十分になさるといいでしょう。それでは天気図を見ていきましょう。動かしますと、今雨をもたらしているのはこの低気圧、はい、明日の朝には三陸沖へと進む見通しです。詳しく見ましょう。今夜に関して言いますと、西日本から東日本にかけての太平洋沿岸では雷を伴った雨のところがありそうですが、この雨も東へ遠ざかりそうです。明日の日中は晴れてきます。春の空気がどっと日本列島を覆う見込みです、それでは明日の朝からの天気の移り変わりましょう。まず朝です。西日本から次第に晴れてくる見込みです、はい、昼です。東日本も晴れとなりそうです、はい、夜です。北日本、東北、北海道もこのように晴れてきます。西からだんだんと晴れてくると予想です、はい、最後にこちらです、はい、明日からの日曜日にかけての気温の予想です、はい、予想最高気温、はい、気温の変化が大きいです。明日は暖かいですよ ね、 そうですね。20度東京は。それが土曜日になると気温がぐーんと下がってきます、はい、さらに日曜日になるともっと下がってきます。これ今日と比べるともう10度以上も下がってしまうんですか。そうですね、東京ですと例えば明日から日曜日12度も下がりますね、はい、10度前後低くなりますから、気温が一気にぐーっと下がってきます。体がついていかなくなっていきそうですね。ついていくように頑張りましょう、はい、以上気象情報でした。